事件からおよそ1ヶ月が経つ現場ではこのように規制線が張られています。そして現場付近にはですね、今もこうして花が手向けられています。前月25日、中野市江部で近くに住む竹内康子さんと村上幸恵さん、中野警察署の池内拓夫さん、玉井良樹さんが猟銃や刃物で殺害されました。このうち警察官2人を殺害した疑いで中野市の農業、青木正憲容疑者が逮捕されました。こちらは当時の救急隊の詳細な記録です。事件の対応に当たった岳南広域消防本部が ABN の公文書開示請求に対して公表しました。消防への最初の通報は午後4時31分。内容は伏せられています。その後、傷病者を乗せる救急車が午後4時54分に出動。すぐに現場付近へ到着しますが、中野救急に現場付近着、待機。容疑者が警察官2人に対し発砲していたためです。被害者に近づけません。パトカー通り過ぎたら猟銃抱いて今度追っかけてきたから、本当に 2,3 秒後だね、ダーンとものすごい落として、すぐまた 2,3 秒後にまたもう一発ドコン出した。この間、他の救急車やヘリコプターが出動準備をします。中野救急に現場到着、傷病者と接触。救急隊員の安全を確認し、被害者に接触できたのは現場に着いてからおよそ20分後のことでした。警察の対応はどうだったのでしょう。駆けつけて殉職した警察官は銃を所持していませんでした。刑事事件に詳しい東京都立大学星秀一郎教授、警察への最初の通報内容が刃物で刺されただったことから、初動判断に問題はなかったと見ています。最初にね、銃の情報がね、一言でもあればもう一呼吸置いてから出るってことはあったのかもしれませんけれども、道端で歩いてる人がですね、刃物で刺されたってこと自体、やっぱりそれ自体も相当重大なものなので、おそらくそこはもう起こりうる最悪だっていうふうにそこで思っちゃいますよね、普通はね。あの場の初動での判断としては、むしろ望まれる対応されたんではないのかなっていうふうには思ってますけれどもね。この日、救急車は5台出動。午後5時26分に1人目、42分に2人目、6時35分に3人目をそれぞれ病院へ搬送しました。ただ現場付近に倒れていた竹内さんは搬送できず、取り残されたままでした。あちらに見えるのが銃撃現場となった工場ですが、そこから歩いて1分ほどの場所、この辺りに最初の消防の指揮本部ができました。隊員への指示は現場のすぐ近くで出していました。しかし午後8時前、避難指示、現地指揮本部を設置した場所から指揮隊は避難。指揮本部の場所をおよそ500メートル離れた公民館に移しました。その理由は、青木容疑者が自宅に立てこもる中、2発の発砲音が聞こえたからです。警察は半径300メートルの範囲を避難区域とし、消防も安全な場所へ避難しました。そして翌朝の午前4時半ごろ、
窓から誰か出てきたように見えます。窓から今人が出てきました。発生からおよそ12時間後の投稿逮捕でした。家自体がね、周囲に何もない一軒家的な感じにもなってるわけですよね。そうするといろんなところに隠れながら近づいていくってことも難しいと。そうしますと、やっぱ不意をついて中に入るってことが難しい状況だったんだろうなと思いますね。消防の記録には、同じ頃、ドクターを乗せ、付近へ来るよう要請ありと書かれています。現場付近に倒れていた竹内さんは、医師によりその場で死亡が確認されました。青木容疑者は16日、被害に遭った4人のうち、警察官の玉井さんを殺害した疑いで再逮捕されました。星教授によると、警察と検察はこれから時間をかけて捜査し、その後、刑事責任を問えるか判断する鑑定留置で、専門家による精神鑑定を実施する可能性が高いといいます。鑑定留置どれぐらい取るかですけれども、年内になんとか起訴っていう感じなのかなって気はしますけれどもね。ポイントになるのは、青木容疑者の行動が合理的かどうかです。自分の知り合いには手を出していないっていうところをどう評価するかっていうのはあるかもしれないですよね。全くの無差別じゃないんですよね。合理的に人を選択してるっていう可能性はありますし、ひょっとしたらその精神疾患の診断っていうのは出るかもしれませんけれども、精神疾患にかかりつつも、その影響をですね、出したところで行動したっていう要素があるんであれば、そこは十分責任非難の対象になりうるということになりますので。警察によりますと、青木容疑者は、池内さんへの殺害容疑で逮捕された時には容疑を認めていましたが、玉井さんを刺したことについては覚えていないと述べ、容疑を否認しているということです。